はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、えー、本日はね、えー、水曜日なんですけども、えー、本日もね、ちょっとね、頑張って YouTube の動画を撮っております。えーとね、実を言いますと、えー、今言いました、今いまい人に水曜日なんですけど、明日のね、木曜日に、えー、バンコクの方に戻りたいなというふうに思ってますので、まあ、日本でね、撮る動画というのも、まあ、この動画を含めてあとね、えー、数本かなといったようなことです。 えー、なのでね、えー、ちょっと日本はやっぱりまだ寒いね、ということで、こんなね、え <laughs>、なんていうの <laughs> 私が滅多に着ないようなね、えー、これウールのね、えー、これセーターなんですけど、非常にあったかいんだけど、まあ、こんなようなね、えー、まあ、セーターをね、久しぶりに着て、動画を撮っております。はい、えー、でですね、今回の話なんですけども、あの、毎週水曜日というと、えー、まあ、文春がね、文春法ということで、 私はいつもね、あの、文春のこのね、電子版、紙ベースでは明日発売されます。で、今週もですね、結構ね、いろんな話が出ております。今回話させてもらうのは、まあ、ちょっとね、文春法の話、あの、キャラ事件のね、話なんですけども、合わせてね、あの、皆さんもよくご存知の、 私もですね、先週ぐらいにちょっとね、動画をね、2本ぐらい出させてもらいましたけども、辞任しちゃったですね、西村さんですよ。西村元ね、前経済産業大臣に関して、いやね、いろんな話出てるよ。まあ、いつものごとくなんだけど、金と女みたいなね。 えそんなようなね、またちょっとスクープ的な話が出ております。それに関してもね、この動画の次にね、ちょっとこの動画を編集して、編集して、皆さんに配信をしてから、ちょっとね、撮りたいなと思ってますので、できればね、本日中に動画を上げますので、その動画もご覧になっていただければなというふうに思います。はい。ということで、今回はね、キャラ事件の続報ということです。えー、ぜひ最後までご覧ください。はい。えー、でですね、キャラ事件のまあ続報というかですね、えー まあ、あの、読売新聞でね、先週報道されましたけども、まあ、事件性がないと、事件性があると認められないというようなことで、もう書類がね、検察の方に、警視庁の方から送致されましたよ。まあ、これはもう皆さんご存知の通りなんですけども、まあ、そのことに関してですね、やっぱりその、ご遺族の方々がまずね、怒り浸透だよっていうような観点と、あとはね、 えー、これはね、今週の月曜日にもね、いろいろ話をさせてもらいましたけども、あの、佐藤誠さん、えー、元 X コさんの、えー、取調べ官であった佐藤誠さんも、えー、意見を言われているといったようなことで、まあ、今回ね、特にそのご遺族の方々が、まあ、怒り浸透だよっていうことで、こんなのありえねえだろというようなね、いろんな意見が、えー、今回のこの文集の記事によって、やっぱり新しい話として出てきております。えー、そこら辺をね、中心にお伝えさせてもらうとともに、 これはちょっとね、また新しい話なんですけど、12月25日。今、本日が20日ですので、5日後のクリスマスですね。クリスマスの日にご遺族が東京地検を訪ねてね、担当検事の方と面会するというようなことが、今回の記事の中で明記されております。これはちょっと新しい話ですのでね。えー、まあ、やっぱりこのね、キャラ事件に関しては、 まあ、あのクリスマスだとか年末だとか関係なくね、ご遺族の方々にとっては、とにかく真相を追求してくれといったようなことで、これに関しては私もね、声を上げていきたいなというふうに思っております。はい。でですね、今ご覧になっていただいている通りですね、まあ、再捜査は穴だらけというか、結局何もやってねえだろう、みたいな話なわけですよね。 まあ、ご遺族の方は当然、あの、怒り浸透だと思いますけど、私も怒り浸透です。皆さんもね、怒り浸透の方、相当いら、おられると思いますけどね。はい。そういった中で、あの、まあ、読売新聞の報道があった通りですね、まあ、12月の15日、先週ね、えー、午後の2時直前ぐらいに、谷、えー、尾さんの、安田谷尾さんのですね、まあ、 えー、お姉さん、で、次女のね、お姉さんの方に、大塚警察署の刑事課長代理の人から電話がありましたと。で、その内容というのが、捜査が警察から検察に移りますといったようなことを、えーまあ、お姉さんが聞いたわけですよね。それでね、この件に関して、今回このね、文書に出ているような内容は、これはね、えー 他では確か出てなかったですね。そのお姉さんが言われているっていうようなことで、えっ、ー、とね、結局ですね、えー、その実際にこのね、えー、担当の、えー、課長代理から電話を受け取った後のですね、その翌日にもね、この次のあのー、えー、まあ,あ、次女のね、お姉さんに関しては、やっぱり当然納得がいかないので、 えまあ、聞いいたらしいんですねで。今言いましたように、この担当のね、課長代理に聞いた話としてさ、昨日の電話で事件性がないとは伺っていませんでしたので、確認をということで、再確認の、えーまあね、電話というか、ね、問い合わせをしたらしいんですね。それに対してね、この課長代理の人が言っている内容というのは、ちょっとね、まあ、この有料記事なんで口頭ベースで、あのちょっとね、ちょこちょこっと、ね、お話しさせてもらいますけども、ね、えー、 結局ですね、事件性うんぬんという話がもしね、えー、その最初の時点で出ていたならば、もちろんしっかり答えるという準備はしておりました。みたいなね、何言ってるんだみたいな感じですよね。要はそういったようなことが、じゃあね、質問として出れば答える準備はしていました。何を言ってるんだっていう感じですよね。取り繕ってますよね。まあそういったようなことで、なおかつね、この課長代理の人がね、 決して隠したりだとか、そういうわけではありませんと。ね、えー、所要の捜査を行って、改めて証拠を精査したんですけども、えー、事件性が認められませんでしたと言ったことで、この次女のね、えー、お姉さんの、えー、この問い合わせに対して、この課長、代理の人がそういったことを言っていたらしいですよ。まあ、こういったようなことを受けたらね、当然、まあ、ご遺族の方は怒るわね、っていう感じなんですけど、でですね、あのー、お母さん。 安田谷夫さんのお母さんもね、まあ、当然それを聞いてということですけどももともとね、えー、この下に写真貼っつけておきましたが、えー、この中期ね警察庁長官が7月の時点で、まあ、事件性がないというふうに言っておりましたよね当然ご遺族の方もご存知なわけですそれに関してねお母さんもね権力があればね何でもできてしまうのでしょうかということで落胆されているっていうことですよね まあ当然のことだと思います。そういったような、この次女のお姉さん、そしてね、お母さんが、まあそういったようなことを、まあ、あの、文春の記者の方に漏らされていたと。ちょっとここら辺はね、新しい話として出てきましたですね。はい。で、次のページなんですけど、あの、当然ね、その長女の方、そしてね、えー、まあお父さん、まあそして何と言ってもですね、この佐藤誠さん、やっぱりそれぞれね、今回のことに関して、 まあ、あの、怒りをね、あらわにされているっていうことなんですけど、まあ、例えばね、えー、長女の方はね、えー、上のお姉さんですね。どういったようなことを言われていたかというとね、例えば、あの、もともとこの大塚警察署に告訴状をね、提出しましたよね。その時に、えー、捜査一課の方とも何か話したらしいんですね。で、その時にも、警察に書類を送付する前はね、遺族、 の方にえ、捜査がどうなったかといったような告知をした上で行いますというふうにえ、告訴状を提出した時には言われていたんですって、にもかかわらず、あの言葉は一体何だったんだろうという感じですよね。さっき言ったように、えこの課長代理からね、えーまあ、次女のお姉さんに電話があってね、 もうね、装置されることになりました、みたいなことでね、それだけでしょにもかかわらず、この捜査のね、えー、状況に関しては、上のお姉さんに関しては、えー、どういったようなことの捜査が行われたか、連絡を受けるはずだったけども、一体あの言葉は何だったんだろうか、警察嘘ばっかり言ってるじゃねみたいな話なわけですよね。まあそういったようなことだとか、あとはね、もう皆さんよくご存知の佐藤誠さんに関してもね、これはね、えー、今週の月曜日、 やっぱり文春の特集があったので、その時にも私お話をさせてもらいましたけども、今回改めてね、やっぱりこの、えー、まあこのキャラ事件に関してはもう資料が膨大にあるわけですよ。そういった膨大にある資料でね、読むだけでも1ヶ月ぐらいかかるだろうと。で、えー、実際にですね、告訴状が提出されて、その1週間後に受理されてね、それからまだ50日ぐらいしか経っていないわけですね。そういったようなことで、 実際にこのね、えー、読み込みだけで1ヶ月ぐらいかかって、その上でね、えーまあ、関係者にね、話を聞き込みというか、えー、そういったようなことで捜査が移っていくはずだと。そんなものかと、そんなようなことで、こんな50日ぐらいでね、えー、事件性がない、認められなかったみたいなことをね、発表していること自体、めちゃくちゃだっていうふうなことをね、佐藤さんも言われているわけですよ。まあ当然だよね。当然その第、 えー、2018年のね、再捜査の時に、えー、クス子さんに対して取り調べを行っていた、ね、最前線に立っていたね、佐藤誠さんですから、まあそういったようなご意見が出るのは当たり前だっていう話ですね。そしてね、えー、なおかつね、えー、まあ,あのこの次女のお姉さんもね、改めてこの課長代理に問い合わせをしてるっていうようなこともあってね、えー、やっぱりさっきもお話ししたようにね、 具体的なこの課長代に捜査一課のね、えー、担当者の方からね回答があったようなんですねその回答がね具体的な内容はのお答えは差し控えますけども、えー、所要の捜査を行ったといったようなことしかね 出てこないわけですよさっきね上のお姉さんが告訴状を提出した時に事前に言われていたようなね送致をする時には具体的な捜査内容は聞けるということだったですけどこのね次女のお姉さんが聞いてもね所要の捜査を行った、ね、それしか言われないで具体的な内容はお答えできないといったようなことが言われているわけですよ。 要はね、もう告訴状を提出したとき、そして今回の装置に関して、警察めちゃくちゃなこと言ってんだよね。佐藤誠さんもめちゃくちゃと言っているように、もう言ってることが全然違うと言ったようなことですよ。まあ、こういったようなことを受けてね、お父さんに関しても、あの、当然ね、もう落胆されているわけですね。で、えー、まあ、お父さんに関してもですね、 えー、警察は告訴状を受理した後に私たちを一度ね、えー、まあこれは世田谷警察署だったんですよね、えー、警察署に呼んで、えー、話を聞いたきりそれ以外にどんな捜査をしたかといったような報告も何もないと、ね、何もしないまま捜査を終わらせるなんてありえるのでしょうかといった当然ね、えー、落胆とともに不満を訴えているわけですよね当たり前だよね。 これはもう皆さんよくご存知だと思いますけど、告、えー、訴状を提出してから、具体的に警察側が動いたというふうな点でね、明らかになっているのは、えー、この安田種尾さんのご遺族が世田谷警察署に呼ばれて、えー、呼ばれてね、聞かれた内容が、それこそね、捜査の内容を聞きたかったにもかかわらず、えー、逆にね、あのそれこそ尋問じゃないけどね、いろんなことを,を聞かれて、聞かれた内容が、 佐藤誠、A、さんとはいつ会ったんだ何回会ったんだみたいな話だったわけですよ。そりゃ遺族の方は納得いくわけないですよね。どうなっちゃってるのかなっていう感じですよね。今回のこの、ね、文春の記事を見てもね、やっぱり警察の対応がね、あまりにもええ加減だよね。まあもともとは7月の時点でさっき言ったように中期、えー、警察庁の、ね、長官が事件性ないと認めちゃってるわけですから。 記者会見しちゃってるわけだからね。当然、それのもとにおいて動いている警察。私も最初からね、えー、この告訴、えー、刑事告訴を行った時点で、ね、受理された時点からずっとね、早く捜査本部立ち上げるよってずっと言ってましたけど、結局そんな捜査本部も立ち上がるどころかね、もうさっさとね、装置でしょおかしいという話ですよね。で、はい、そういったような中でね、あの、さっきもちょっと冒頭お話ししましたように、 ご遺族の方はね、クリスマス、12月の25日に、えー、東京地検を訪れて、担当検事の方と面会する予定らしいです。だ、といったようなことがね、えー、今回、えー、文春の記事の中で書かれておりました。そういったご予定のようですね。まあ、あの、だからね、本当にね、思いますけども、単純な話として、最初から、えー、検察にね、お伺い立ててればよかった。 告、ね、訴状もね、一緒にね、検察に、もう検察に出しとけばよかったといったね、最初からえ、警察じゃなくて、検察を相手に対処してればよかったということで、あのー、本当にね、まあ私も今になっていろいろ思いますけども、えー、この勝部、えー、勝部弁護士ね、えー、の動きというか、それに関してはちょっとうーん、まあ疑問が残るというかね、本当にそういうふうな感じに、私も最近はなってきております。 まあ、といったようなことで、まあ、いずれにしてもですね、えー、今回はちょっと新しい、特にね、新しい話として、25日、今から5日後に、えー、ご遺族の方が、えー、直接ね、東京地検を訪れるということなので、この話に関してはね、本当にね、まあ、あのー、クリスマスですから、もう年末を超えてね、 えまあ年越しになると思いますけども、果たしてどういったね、動きがこれからなるのかっていうことをね、引き続き追っかけていきたいなと思ってますので、皆さんと一緒にね、声を上げていきましょうというふうに思っております。はい、今回もありがとうございました。先ほど言いましたようにね、今回ちょっと文春でね、別の大きな話で西村さんの話が出ておりますのでね、これに関してはね、この後の動画で まあできれば本日中にあげますので、えー、まあね、コミュニティ欄でね、こういった動画あげますよといつも皆さんにお伝えしてますので、まあそれをご覧になってもらってですね、ぜひその動画もご覧いただければ嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。